おもちゃの国アリスへようこそ。天使のレイと申します。はい、シャープ1055です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思いますけど、以前ね、紹介していたこのシリーズの新しいやつではなく、実は最新と比較して、2個前って感じかな。ちょっと古いんですね。それをちょっとね、まあちょっとどというか、結構前に入手してたやつ、それを紹介したいと思います。はい、それがこちら。じゃん。こちら、ポリニアンですね。ポリニアンシリーズの、エミールってやつですね。こちらを紹介したいと思います。で、ポリニアンシリーズはですね、実は、今まで紹介してきた3体、今まで全部ね、女の子だったんですけど、今回のキャラクターは男と、いう感じです。はい。この見た目で、はい、男の子です。一応こんな感じのパッケージ。まあ、これ、大体いつものね、パターンと同じですね。で、側面、裏。で、反対側、そして上と下というふうになってます。で、こちらウィンドウになってるんで、バリッと開くとこういう感じで収まってますと。で、こちらの部分ですね、ここのところにエミール・トットって書いてて、ここのところに種族、ポリニア、男性、出身ドイツとかね、こういうふうにいろんな設定が書いてあります。で、可動範囲が、まあ、大体こんな感じで動いて、この帽子取り外すとこうなりますよとか、手についてるここ、この赤っぽいリングみたいなやつ、これも交換して、だからこういうふうにできますよとか。リストデバイスって書いてますね。なんかそういうやつがあると。で、こちらのところに、まあ、エミール本体と表情パーツ。そして、これですね。このやつがリストデバイスってやつかな。それと、ここへの手首パーツとかが収まっているという感じですね。はい。で、台座はいつもの多分、ベースがいつものやつが入ってると思います。で、あと、帽子とかも多分奥の方に収まってるのかな。今、この状態の肉眼では特にね、見えないんで、中にちゃんと入ってるんじゃないかなというふうに思っております。はい。ということで、いつもの通りね、ここから開けていきたいと思います。では、レッツオープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。まあ、エミール本体表情パーツ、これリストですね。で、ここへの手首パーツ。これ先ほどお見せした状態と基本的に変わらないです。で、これの奥のところに、これちょっとね、テープで止まってますね。テープで止まってますけど、ここに、これがちょっと見づらいですけど、台座。で、帽子と、これが付属の銃ですね。そして、カバンと。いうふうに、まあ普通に付属しておりますよと。そして説明書みたいなのがこういうふうに1枚あって、これ何かと言いますと、こちらのね、パーツの付け方っていう説明書ではなく、関節ですね。肘とかね、股関節は膝とかね、足首とか、その辺に使われている関節です。そちらの、なんていうの、お手入れ方法が書いてあるんですね。緩くなったら普通に、まあ普通にニッパーじゃないわ、カッターですね。カッターで、その隙間みたいなところをブスッと刺してクックッて開いてポロッと取ると、そしてこの外したところに、こちらだとマスキングテープかな、こういう風にね、十字になってテープ貼ってます。こういう風に貼ってスポット入れると、これがね、厚みを増すということで、その状態でこうやると渋くなりますよというやり方が書いてると。それ以外だと、まあ、ここにも書いてますけどね、狭くて入れづらいと感じた時、曲がった部品があった時の調整方法ですねっていうのも、一回お湯で温めて、まあ、この自治体がね、そんなカチカチロープラじゃないんで、ちょっと曲がってればそれを温めて、キュッと軽く伸ばしてあげて、冷やしてあげると、まっすぐ伸びますよとかね、そういうような調整方法というかね、直し方っていうかね、そういうのがこちらに書いてますと。で、それ以外の帽子とか、あとこちらのね、リストバンドというかね、これの付け方とか、その辺のやつっていうのは、特に載ってません。はい。ということで、まあ私はね、いつもの通り説明していくという形になるでしょうかね。はい。ということで、こちらのケースね、ここから出してパーツ一式全部並べていきたいと思います。はい、パーツ一式並べ終わりました。交換用の手首パーツ、交換用の表情パーツ、そしてカバンかな、そしてこちら、リストデバイスですね。そしてその隣にあるのがマルチパルスガン、そしてこれが帽子なんですけど、これがマリンレーダーってやつみたいですね。で、台座、まあ共通台座ですね。それとエミール本体というふうになっております。で、一応これからね、紹介していくときに、こちらのね、正式名称ではなく、普通に銃と帽子というふうにちょっとね、簡略化して、いきたいと思います。ということで、とりあえずパーツ一式全部ざっと避けまして、よいしょと。はい、エミール本体ですね。こちらです。ということで、この状態でぐるーり回しますね。ぐるーり回すと、こんな感じ。はい。まあ、基本的に今まで紹介してきたやつの、まあ、いろいろパーツが変わったよという感じですね。なので、この状態でパッと見、これって普通にね、女の子じゃないと思うんですけど、これが、まあ、この辺のパーツをね、外すことによって、ちょっとガラッと変わるって感じかな。まあ、ガラッとまでは変わらないですけどね、イメージがちょっと変わるかなという感じです。はい。ということで、とりあえずカード範囲ですね。とりあえず頭部、左右がこんな感じですね。
まあ、前髪っていうかここの前のこいつですね、こいつがちょっとね出てる関係でやっぱりこうその正面向いた状態でグッて動かさ当たっちゃうんで、ちょっと上に向けて横にして下げるみたいな感じかな、本当の真横、まあ、こういうことはないと思いますけどね。そういう風にするときにはこういう風にちょっと当たっちゃうっていうのがちょっと気になる点かな。でここのところで見えてるこのグレーの関節ですね、これを利用して、稼働させるんで、ここで首をかしげるみたいなことも可能ですよという感じです。で次に腕、腕は普通にここのところで、まあ、ジョイントにつながってるんで、ここでグリグリ動かせるよと。まあ、水平、まあ、本当のね、真横の水平はできないですね。どうしても肩アーマーというか、この辺の関係で、これが限界という感じですね。で、肘も曲げれますと。まあ、肘は90度よりちょっと曲がってるかなっていう感じですね。そして手首が、ここにジョイントが入ってるんで、ここのところの、まあ、ジョイントの向き、よいしょと。この位置を調整することによって、はい、上下とか左右とかにできますと。で、こちらの、関節、まあ、全てに言えるんですけどね、これ肘とかね、肩とか、全部、ちょっとね、怖いんですよ、動かすと。要は今、この状態でこう曲がってますよね。で、こうひねって、こうして、手首だけ上に向いてると、今、ここの関節っていうのは、奥と手前ですね。こう動くようになってるんですけど、これ知らないで上の方にグッてやると、ぐんにゃり曲がって根元で修理できない状態になっちゃう。それぐらいね、怖いものなんで、で、どっち向いてるかっていうのが分かりづらいんですよ、これ。まん丸の関節なんでね、全然分かんないんですよ。パッと見、本当にどっち向くのって、今この状態だとちゃんとね、前にこうやって曲がるんですけど、これ何かこうでガチャガチャガチャって動かしてると、知らないうちに横向いてる可能性がありますね、この関節だけ。それでグッて動かしちゃうと壊しちゃうんで、動かす前に一応目でしっかり確認してから動かすというふうにしないと壊しちゃいます。で、この関節はね、確かネットショップとかでね、確か、一応買えるみたいなんで、最悪壊したら買えばいいかなっていう感じなんですけど、やっぱりね、最初についてるというかね、これ大事にしなきゃいけないなということなんで、やっぱりちゃんとね、丁寧に扱った方がいいと思います。で、次にボディ。ボディは一応ね、ポリニアシリーズ、胸部のここしか稼働しないので、ここの部分で稼働するんですけど、ここの関節もそうなんですね。今外しましたけど、これ、今こういう風に動きますけど、実際に私箱から出した時には横向いてました。こういう感じで入ってたんで、この状態で確認しないでグッて動かしちゃうと完璧に壊しちゃうんで、これもね、この向きを最初からちゃんとしっかり確認して、これちゃんと前後だねっていうのを確認してやらなきゃいけないんで、一旦ね、初めて触る人、特にこの関節をあんまり触らない人にとっては、一旦これ本当に全部バラバラにした方がいいと思います。上半身抜いたりとかね、頭部外したりとか、足引っこ抜いたりして、一応関節の動きで硬さのやつも調べとかないと、今こうやって結構硬いんですよね、結構きつめなんで、この状態でグググググバキンっていう可能性もあるんで、そういう風にならないように一応ね、どういう風に動くか、あとどれぐらい硬さがね、どんだけ渋いかっていうのも一応チェックしておいた方が、うん、動かすのは安全かなという風に思います。一応足はまあ、ここに見えてる股関節っていうかね、ここの関節は肘とかと同じタイプのでかいやつなので、これも横に、今これ横向きに動くんで、こういう風に横向きに動く状態でグッてやるとこういう感じですね。ただズボンっていうか、このやつの関係でちょっと狭いですね。で、今こっちは斜め前に向いてるんで、同じように水平だと思って動かそうとすると壊しちゃうんで、これもね、関節の向きとかこの辺を調整というか確認しながら動かすと。で、これによって前後っていうかね、こう行きましたね。今こいつがちょっと上の方にグッて上がったんで、前の方にこうやって行けますと。で、同じくこいつもこういう風にすると前後ですね、こういう風に動かすことができると。まあ、これポリニアシリーズっていうか、リボルテックとかもね、結構こういう関節使ってるんで、リボルテックに慣れてる人にとっては全然問題ないかなという風に私は思います。逆にフィグマとかね、 SH フィギュアーツ、そちらに慣れてる人にとってはちょっと、この関節特殊かなと思うんで、ちょっと扱い注意かなというふうに思います。で、よいしょと。はい。今、よいしょっていうぐらい硬いんですよね、まだ。だから一応、ここまで曲がります。足首もここのところでジョイントが入ってるんで、ひねったりすることができるんですけど、この裾部分ですね。これが脚部にちょっとしっかり当たっちゃってるんで、そんなに広くはないですね。はい。で、これも知らないうちにこういうふうにね、足くるんって回ったりするんで、特にロックされないんだよね。ここの関節がちょっとね、丸見えの状態になっちゃってるんで、正面から見た時にこの白っぽいこれが全面を覆うようになってれば、ここの関節っておのずと曲がる方向決まるんですけど、これつるんとしてて関節丸見えなんで、知らないうちにこうひねっちゃう時なんですね。それで この関節の向きが変わってる可能性があるんで、そこだけちょっと注意かなというふうに思います。
一応基本的なベースはこんな感じです。まあ以前のね、やつとかね、夢とかね、その辺とかと基本的に同じというふうに思っていただければいいかな。まあ衣装とかの違いで可動範囲が異なっているという感じなだけですね。はい。一応こちらの付属している台座ですね、台座の方って言っても基本的にこの台座のここにピンがあるんで、これと足の裏、これでブスリと刺して立たせるだけっていうね、こういう感じです。だから関節がへたってくると、この状態で今立ってますけど、ツンっていうよりもこうこの揺れぐらいで多分カクってこう知らないうちにこう倒れたりとかねするんで、この辺だけちょっと注意かなっていうか、なんかないのっていう感じがしますね。背中にせっかくこうやって穴あるんでね、こっから支柱が伸びてこうフィグマとかね、 SH フィギュアーズみたいな、そういうような方式の方が安定はするんですよね。一応ね、私の方で出し、机の近くでね、実は3体出してるんですけど、それもやっぱりね、知らないうちに倒れてることがあるんでね、やっぱりね、こう台座、この一点のみの支えるっていうのはちょっと不安はあるんですよね。なので、しっかりと立たせたい人は、魂ステージかな、一番入手しやすいと言ったら、それをね、使用して、ピュッとつけておいた方が一番いいと思います。はい。で、付属の表情パーツが全部で2種類ですね。それが、こちらと、こちらというふうに2種類あります。一応、ちょっとこっちにしようかな。で、一応、前髪の部分ですね。これをここで外しまして、で、このサイドですね。これも外れるんで外します。そしたら、こういう状態になるんで、こうやって表情パーツね、ここから、これ結構強引に取る感じですね。で、こういうふうに取りまして、選択した表情パーツをここにブスリと。で、前髪をつけてしまうと、まあこんな感じですね。ここの部分がなくなるんで、まあどっちかというとこっちの方がちょっと男の子っぽい感じがするかなっていう感じですね。で、まあ普通にこちらをね、耳のやつこれ戻してあげると、こんな感じですね。だから順番としては、まあ前髪取って両サイド取ってもいいですし、両サイドを先に取ってから前髪取って表情パーツっていう順番でもいいです。結果的には簡単に戻せるんでね。まあこんな感じで表情パーツを交換することができます。そして、付属品っていうか交換の手首パーツですね。で、このポリニアシリーズはちょっと特殊っちゃ特殊で、手首パーツの交換はだいたいいつもと一緒なんですよ。というのも、こちらの手首のこのジョイントを腕側に残すことで装着できるのが、今のグーの他に平手、これですね、平手がここで取り付けることがまあこうできますよと。で、じゃあもう一個付属してた手首、それは武器持ちの手首なんですけど、それどうやって取っ換えるかというと、これ見ていただいたら分かると思うんですけど、これ手首のここのね、ジョイントというかね、手首ジョイント風のやつがこうやってあるんですよ。で、これはこの手首のジョイントのこれを取らなきゃいけないですね。これをこっから抜きまして、はい。で、この状態で手首をここにセットするよと。はい。これで手首パーツ交換が完了すると。で、これはもともとこの手首とそのまま造形されているところに色塗られているだけなんで、可動は一切ないです。この状態で奥手前とか上下は絶対できないんで、この状態になってしまいます。そしてこの武器ですね、武器をそのままブスッと刺すんですけど、以前ねあったんで先に言っとかなきゃいけないですけど、実はこれのグリップがねポロッと取れる可能性があるんですよ。で、これも全体的に塗装されてます。なのでこちらの手首でこう入れた時に手首の、ね、内側のところに色が映ったりとか、こっち側が剥がれちゃう可能性があるんで、まあ一応つけるときにちょっと注意が必要かな。まあ一応こんな感じでつけれましたと。で、腕はこのように戻してあげると、こういうふうに持たせることが可能と。で、反対の手もついてきてるんで、そちらにつけることもできますし、この銃のところに実はここにね、ピンがあるんで、このピンを背中につける。そうすると、まあ背中にマウントすることができますし、これをこっちかな、右。左でもいいし、右でもいいですけど、そこにプチッとつけておくと、ここにね、ぶら下げておくこともできると。で、これですね、カバン。カバンの方は、まあ以前ついてたものと同じなんですけど、これも同じくね、ここにつけることができると。で、この銃を背中につけて、こっちの銃の反対側に穴開いてるんで、そこにカバンをつけると、ここでね、挟んで一緒にまとめることもできると。で、カバン自体はここにもつけることができますし、武器持ち用の手首を使用することで手に持たせることもできるという感じです。はい。で、それ以外に、これですね、リストデバイス。これは腕を一旦外してから、ここのところにまあつけますよという感じですね。で、このリストデバイス、特に上下は決まってなさそうなんで、まあ、適当につけるとこんな感じ。
そして戻してあげたらこうなんですけど、ちょっとね安定感が悪いかな。パチッと入るっていうのもほとんどねくるくる回っちゃうんで気になるかな。あと私の印象としてはエビ、これ一瞬エビかなと思うぐらいこんな、はい、これです。オレンジに白っていうのが非常にエビっぽいなって私は思いました。はい。で、あともう一つ、こちらですね、帽子。これはここで稼働するんですね。ここに稼働ジョイントがあるんで、これを頭部の後ろのここの部分ですね、ここのところに差し込んであげてパターンで、こちら今横にピョッと出てるんですけど、これ下がるんで、こういう風にしてあげると、まあ、帽子かぶってる風にできるよと。で、接続部分が、マルチクっていうかね、丸ピンなんで、ちょっと斜めにとかね、これ穴すっごいきついんですけど、こうちょっと斜めにしてあげるとか、まあ、逆にあと反対側こっちとかね。ただ、これの下がりは、左側だね、にしかできないので、どうしてもこういう、ある意味形が決まった状態にしかならないっていう、弱点はありますけど、こういう風につけることもできる。で、あとこちらちょっと跳ね上げたりとかね、そういうこともできるんで、まあ、多少自由度があるかなという感じです。はい、一応これが、まあ、エミール本体ですね。こんな感じとなります。で、先ほどねこの辺のズボン周りというかこの辺の話をしたんですけど、一旦ちょっと腰外しましてね、で、これの後ろのここですね、このパーツ、これを取り外すことで、さらに自由度が増すっていうか、これが上にスポンと抜けるわけですよ。こういうことですね。で、こちらもう一回、一回外しますけどね。こう、ももののパーツ。これ自体は、こう造形がくっついてるんで、これは外せないよということなんで、外すとこんな感じです。非常に中途半端は中途半端ですね。なんで下だけ残ってんだいって話なんですけど、で、これをここに戻してあげて、で、ここで初めて、これがね男の子っていうのが分かるところですね。それがこうぐるっと回すと、はい、ここですね、こうパッと見ね分かんないんですけど、ここね膨らんでるわけですよ。ちょっとそれだけの違いっていうね。あとこれ男の子のキャラクターということで、お尻ですね、お尻がちょっとねちっちゃいのかな。今まで紹介した2つに比べてちょっとお尻がちっちゃい感じで前が膨らんでるっていう感じなんで、基本的にはここだけなんですよね。その男か女かの違いっていうのは、まあ胸もそうですけど、ここぐらいの違いなんですよ。このボディが男の子仕様か女の子仕様っていうだけで、それ以外は顔とか全て丸っきり一緒なんで、本当に顔とかだけさっと見ると男か女かわからんっていうね、まあそういうものなんですけどね。一応こういう風に、まあここだけ見ると男の子っていう、でも実際これつけてるとそんなにわかんないんだよね。なのでまあいいかなっていう感じもしますね。一応今回はこういうものを紹介しましたという感じです。まあ戻し方としてはそのままね、上半身一回外して、これはめて、でまた最後ね、これつけないとガバガバしてね、抜けてくるんで、こういう風にしてあげて、まあ上半身を戻してあげると、こんな感じと。はい。こんな感じで交換することがっていうかね、こういう風に装着させることができるという感じとなっております。はい。ということで、一応今回はこちらのポリニアンのエミール、こちらをね、紹介していきました。ということで次回はですね、またね、同じくポリニアンはポリニアンですけど、このエミールをちょっと改良っていうかね、ちょっと改造みたいな感じでもないんだよね。ちょっと、変化させる、そんなパーツをちょっとね、紹介したいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。